1995年5月、ハヤブサを中心に新しく生まれ変わった FMW。 カリスマが去り群雄割拠となった状態の中、 FMW 正規軍、リーサルウェポン、ウィングの各チームがそれぞれの威信をかけ、三つどもえの構想が繰り広げられていく。そんな中で FMW 最強の座をかけた総当たりリーグ戦グランドスラムが開催され、分断構想を一時中断し、個人闘争の世界に戦いをヒートアップさせていった。一方、女子も工藤恵美、コンバット豊田を中心とした正規軍とシャーク土屋などマッドドッグミリタリーズの構想が激化。 FMW の原点、有刺鉄線まで持ち出す女子プロレスの枠を超えた戦いを展開していった。旗揚げから半年間、胸いっぱいのプロレスで我々ファンの心を魅了してきた新生 FMW の95年のラストバトルが今、ここ港横浜で爆発する。オープニングマッチは五色原五作対月光のゲームです。いきなりハベラコスチュームの月光が攻めていきました。リングに早くも大の字ストンピングを持っていきました。解説はリーサルウェポンのリッキー富士さんです。よろしくお願いします。 OK、 よろしく。今攻められているこの五色原なんですが、188cm110kg、これだけの体格があればもっともっとこの持てる力を発揮できると思うんですが、なかなかそうはもうね、本人が進められてないというか、こうできていないところがありますよね。そうだね、ちょっとこの恵まれた体をね、持て余した意味というか、まあ、気迫の部分でまだ足りない部分があるから、ね、となりますと、やっぱり体というか体格面以上にですね、やっぱりこの精神的な面ということになりますか ね、 そうね、これだけの体を持ってるんだからね、本来だったらもっと上に来てもいいはずなんだけど、なかなか伸び悩んでね、はい、キック攻撃です。結構この方は五所原のそのあたりをこう刺しているかのようにどん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 攻めていきますよね。この月光っていうのは、ね、何者かよく分かんないんだけどね、何度かタッグを組んだりしたけども全然素性が分からないし、ただ動きはすごいものを持ってるね。そうですか。クローズラインを持っていきました。額が割れました。五所原カバーに入ります。カウントは2まで。ここまで全くワンサイドで攻められています。マジックを持っていった額のあたり、さらにストンピング、これ結構狙ってますね。そうだね、小作もこれでもう広がってもめちゃめちゃもうガーッと攻めてくるので、突破口を開けると思うんだけど、はい、今ねリッキーさんからのその開き直り、それがこの小作には必要なんでしょうかね、こいつの一番今足りないところじゃないかな。これだけの体があるんだからね、さあここまで完全に自分のペースで結構が攻めています。月光の方はまあちょっとこうリッキーさん自体もね、正体が心だっていう話をしてましたけれども、なかなかあのキレのある動きですよね。そうだね。あ、終わっちゃった。あーっと、これで完全に体固め、わずか3分です。なったような感じのね時間になりましたが、もうすでに試合の方は終わっていますが、詰め込んでいます月光です。もっと以上見せてほしかったね、はい。さあ続いての第2試合は女子シングルス20分一本勝負になります。中山香織対佐藤美和。さあこの2人の対戦なんですが、中山の場合はこの FMW の女子正規軍のホープというふうに言われてますね。そうだね、体はもう本当小さいんだけど動きはもう素晴らしくいいです、パッケージホールから構えに入りました。ロープに飛ばす、帰ってきたところドロップキック、これは止められました。もう一回自らロープに飛んでドロップキック、これも外されます。ちょっといなされているか、ローリングクラッチに持っていく、簡単に打ち返してきた。中山のこのいいところは、相手にねかわされてもかわされても前に前に進んでいくところだから、
さて一方のこの佐渡なんですが、マッドドグミリタリーズということで、この辺りは正規軍対マッドドグミリタリーズということは、これ当然激突が十分に予想されるとは思うんですけどね。そうだよね。佐渡もだから一時期すごい悩んでた時期があって、でその打開策としてこう香りペイントを施したりいろいろやってるんだけど、またねなんかちょっと伸び悩んでるっていうところがあるんじゃないかな。その佐渡の伸び悩みというのはどのあたりだと思っていきます。佐渡もやっぱりこう体が大きい方じゃないから、だから自分にできることをもうね精一杯やってこう見出したのがこの今のスタイルじゃないかな。ここで完全にサリン攻撃、こういった細かいところが上手くなったよね。逆にそういったところをこの中山がいかにこう工夫していくかというところあると思いますけどね。ロープに抜かれた、髪を掴んだ佐藤、もっとタオルを持ちまして思いっきり顔を引っ張られた、中山に乗っていきます。これ意外と効くんじゃないですか。さらに首を絞めた、こう遠心力を使ってね、ガチガチン叩いてるもんだから、首内から今度は蹴りを一発見舞った、足を固めておいて、プラスになりましたが、これはカウント2です。ユンサルトは出されました。バックサイドにつきますが、この2人を入れ替えた佐藤、これもカウント2まで、ここまで両者互角と見ていいですか。そうだね、なかなかよく使えてるよね。佐藤はここで一気に行きたいところなんだけどね、中山としてはこうどうしのぐかというところじゃないかな。タイが入れ替わったところもう一回、中山足を取る、カウント済みです。最後は中山の襟固め、状況が完全に佐渡優勢だったんですけどね。もう攻めてるところでね、はい。第3試合は同じく女子のシングルマッチ20分一本勝負、バッドナース中村対石倉ゆかりです。いきなりコーナーに攻めてパンチを持っていきました。石倉、石倉もあのさっきの中山と同期だからね、中山の勝利を見て、気合が入ってんじゃないかな。はい、ロープに飛ばす、帰ってくるところ、ドロップキック、ちょっと低いところに入りました。もう一回見るのがドロップキック、これも鮮やかにヒットしています。体を入れ替えた中村、なんとこれもドロップキックを持っていった、まず相手の力を利用しました。ここで攻め続けるのはいいんだけど、後半の自分の捨て庭のことも考えないとね、あとで息切れしちゃうから。おっと、これは完全に目つぶし攻撃、一気に回った時にどうしないんですかね。これもリング下へさらに寄っていった、バットナース中村、策に持っていきました。イングスの戦いに変わっています。もう一回髪を掴んで通路から手探り持っていく、この辺はやっぱり中村上手いよね。いけぞー、イングスとの競合はちょっと中村の方が一枚上手かなという感じがありましたけどね、まあ、1枚も2枚も上手ってるんじゃないかな。さあようやくエプロンサイドに戻ってきます。戻った、しかし石倉戻ってきました。マットに叩きつける、完全に手を踏みつけた、こういう状態になるともう仲間が来ましたからね。なるほどね。あとは石倉がどこでね、こう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 、
ほら、髪の毛ほら。コーナーに持っていく。マットの中央に引きずり出した。こういったね、やっぱり石倉としては丸める技とか、はいね、一瞬の技でこう狙った方が突破口は開けるんじゃないかな。うん、入れ替えました中村。振り向きざま、持っていけない、持っていった、どこどこ。離れろ。ほう、リバウンド持っていく。カウントは2です。まあ、ああいう相手の力をうまく利用してのいわゆる石倉の攻めというのがポイントになるでしょうね。そうだね。ボディースラムに持っていっておいて、なんと背後から今度はそのまま石倉、まあ、その方はいいね、石倉ね。はい、ボディスマッシュ、起き上がってきた。もう一回コーナーへ。ボディスプラッシュ。海外で止まった。しかし構いは入りません。スリーカウントまで行きませんでした中村。あの技があれが怖いんだよね。一瞬にしてこうくるっと体勢が入れ替わっちゃうから。そうですね。そして今度は中村がコーナーに持っていきます。セカンドロープまで上がっていく。シングルを見せた石倉。トップロープからもう一回。このボディスプラッシュを外されました。足を取り。ステップに入る。これは完全にSPに振り込みました。マットナーズ中村。石倉の配置としては同じ技をね。中村が STF で石倉を下しました。さあ続いての試合、第4試合になります。新山和俊対黒田哲弘。さあこの2人の戦いというのはリッキーさん、注目どころはどのあたりになりますかね。そうだね、やっぱり正規軍同士の戦いなんだけど、新山としては本来だったらもっと上に行ける選手なんだろうけどね、うん、まあ見ての通りこのロンドンブーツのような、はい、高い靴、はい、うん、あと黒田はね、結構こいつも切れるとなんかそういうのやるんだけど、うん、どうだろうね、よく分からないけど責任を持つみたいだと、うん、もう一発あった。腕押し寄切れかかってるところを見つけたかかったんですが、バックサイドにつきました。いいやつ、リング中央、またバックサイドを取りました。黒田マッタ上に変わる。もう一回新山、バックサイドを取りますか。新山もね、なんか見てるとこうあんまりにもなんか余裕を持ちすぎて、うん、自分はお前らと違うんだぞっていう変なプライドみたいなのが、ね、あるんじゃないかな。ああそうですか、うん、もうちょっとねがむしゃらに行けばまたいろんな面がね出てくれると思うんだけどね、うん、確かにその新山はそのこの FMW の早々期からメンバーですから、この辺りのプライドというのはその黒田なんかよりもはるかにね、そうですね、いうものなんでしょうからね。逆にこの黒田っていうのはそういったねもうものがないし、単なる若い一人だから、ね、うん、がむしゃらにやってるっていう感じだよね。だからその新生 FMW の、うん、いわゆるホープということが黒田には言えるかもしれませんからね、うん、逆にこういう人間の方が怖いからね。あの辺さり持っていきました。こう何も考えてないでもガンガン来るやつっていうのはね、うん、いわゆる無鉄砲というやつですね、うん、一つ間違えればもうバカなんだけどね、うん、その辺りじゃあリッキーさんも戦いにくいところがあるんじゃないですか。うん、先が読めないっていうところがあるからね、うん、ある程度こう計算して俺たちは試合するけど計算が成り立たないというかね、何しろ、うん、クローズラインで何が来るかね、
そういったものが全然読めないところがある。まあそういう意味では今そのリッキーさんからも聞いたら、組み立てというところはきちんと持ってきてはいないということですかね。うん、そうなんだよね。ロッキングヘッドロック、前に入りました。黒田ワーカウント2です。水村糸にヒットしました。そして黒田が自らセカンドロープからトップロープへ。サイドキック、背中に持っていきました。カバーに入る黒田。こいつは相変わらず、なんか技を出すときに、しげーって掛け声をかけながら、そんな時いないけどね。少ないですね。エルボで応酬だ。ロープに持っていった。入りました黒田。黒田頑張れ。ボディースラム一つ、そしてエプロンサイドに行きました新山。トップロープ上がんない方がいいんじゃないかな。そうですか、うん、あのブーツだとね、ちょっとバランスが、結局かわされるからね、見てそこの厚さ、ね、10センチぐらいあるんじゃないかな。シークレットブーツの状態ですね。どこで行ったんだろうね。これもカウント3までは行きません新山。そうシークレットブーツさん中に隠れて見えないんですけどね、思いっきり外に出してるんだね。本当にシークレットブーツ、回転でそのままエビが前に持っていくか。いいセクションだね。はい、黒田が徐々にその自分のペースを取りつつありますね。そうだね。入れ替えました新山。この綺麗に決まりました。カバーに入る新山。緊張するほどの相手じゃねえから、まあゆっくりやります。もう誰が相手でも棒手繰りこかします。棒手繰りこかします。うん。必ず勝ちますよ。それとあとグラジエーターのね、肩気も取らないとね、必ずそのベルト FM リサルウェポンに持ち帰ります。A couple months back, Fujiwara.Came in the show we had in Sapporo and took our tag team straps. Well, now here in Yokohama on December 21st, me and Oya are here to take back what is rightfully FMW's, and we plan on going out there and kicking y'all's ass and fighting our style match. Year End Sensation in Yokohama, 5大スペシャルマッチの先陣を切って行われます。世界ブラスナックルタッグ選手権試合、チャンピオンタッグチーム藤原義明、池田大輔組。対するはチャレンジャータッグ大谷久和、ボレスボーダー組です。まあ、リッキーさん、この戦いというのは非常にリッキーさんにとっても人間をですね、感じるタッグじゃないかと思いますけどね。もともとはこのブラスナックのタッグの対決というのは俺と大谷さんでしたね。で、この藤原義明大輔組に取られたわけで、だから是が非でもこの2人には従ってチャンピオンタッグチームにとっては2度目の防衛戦ということになりますね。95年の10月6日、まあ、藤原組も今は解散ということになってますんで、ね、しかし藤原が負けたと思いますと、やっぱり師匠弟子という関係ですよね。解散した後でのこのいわゆるどうなんでしょうね、気持ちのその辺をついていけばチャンスはあるんじゃないかな。はい、まあ、リッキーさんとそしてこの大谷久和が持っていた、あのチャンピオンベルトですね、大谷の大谷を取りました。今回は大谷とボーイスボーダーが組んでいます。まあ、一
けども今はバトラーズに移りましてね、どんな見せてくれるか。指定関係での藤原池田組です。チャンピオンタッグ最後にその総略安全に取りました。チャンスを固める藤原のこのねちっこい攻めに対して大谷がこの辺りはもう十分あのリッキーさん心得てると思いますけどね。そうだね、大谷選手も本当にレスラー FMW の中で一人はその選手ですから、ね、はい。95年の9月5日にリッキーさんとそして今戦っています大谷がこのタイトルを持っていました。そして藤原組の藤原池谷タイトルが移動しています。その後95年の10月6日この藤原組に新山と保坂がチャレンジしたんですが王座奪回には失敗しています。2人じゃ無理だろうね。無理、力量的に無理と、力量的にもルックス的にも、無理でしょ。あれ、はい、ちょっと落ちてますよ。いいよ、落ちてますよ、ちょっと、いいですか、大丈夫でしょ、大丈夫ですか、さあ、それじゃあマットの方注目しましょうか。ガイアの前に出ます、足を取りました、大谷。Thank you.
ックチームって感じだね。そうですね。チームにペース握られてますからね、ここまでは。ちょうどかかとを決めて、ね、逆方から決めてるわけですからね。なるほど、したようです。ブラインドついてます。
痛です。関節を痛めた大谷ですが、空中に対して関節を挑んでいくっていうのは大谷選手の意地だろうね。そうでしょうね。
来ましたね。結局そういう形になってね。10代目の世界ブラスナックルタッグチャンピオンに輝きました大谷久勝とウォーレス・ボーダーです。リッキーさん、改めてこの戦いぶり、王座奪回という形になりましたが、いかがでしたか。そうですね、まあ最後に、それにしましても本当にあのしのいできたという戦いではありましたよね。ベルトに関しては俺も思い入れがあったし、王者が取ってくれて、よく繰り返してくれたというね、リッキーさんの趣味はそういう声があるかもしれませんけどね。鮮やかに最後はバックドロップから片襟固めで大谷が池田を下したのこの大型1回となりました。世界ブラスナックルタッグ選手権試合、嬉しそうだね。そうですね、鮮やかな勝利でした。大谷とボーダーオールです。第6試合、ついにこの男が FMW のマットに帰ってくる。95年9月、数々の危険な武器と残虐ファイトによって FMW マットで悪名の限りを尽くしてきたミスター・ポーンは突然失踪し、そのまま FMW 離脱を宣言した。そんなポーンの理不尽な行動に一人の若者が立ち上がった。田中将人である。大仁田橋の最後の弟子のこの俺がもう一度リング上からポーゴとの対戦をファンに公約した田中が、いよいよ約束を果たす時が訪れた。果たして田中はポーゴの心に火をつけることができるのだろうか。田中の若造、てめえ俺を挑発しやがって。そんなもんでな、俺がな本当に燃えると思ってるんかよ。だったら今日の試合面白いじゃねえか。もっと燃やしてみろよ。俺を燃やすもんができたらな、俺は本当に喜んでやるよ。でも生半地かかかってくんな。わざわざ俺様がな横浜まで来ててめえと試合してやるんだ。生半地かなな考えてきやがったら、俺は本当にてめえぶっ殺してやるぞ。それだけだよ。分かった、出てけよな。でも大仁田さん同様、お前を熱くすることはできない。今日は覚悟しとけよな。いきなりファイトが始まった。連続3の戦いが始まりました。ナイスペシャルマッチ、ストリートファイトマッチです。第6試合、高見せがよく本勝負、田中大ミスター・フォーゴ、まあ、とにかく田中にしてみれば、あんまりにもいい加減なこのフォーゴのやつを何とかしなきゃいけないっていう気持ちがあるんでしょうね。そうですね、でもリッキーさんにしてみればいい加減なフォーゴは好きなんじゃないですか。
振りつける。田中頑張れ。荒れた時代の当たりを狙っていきます。田中は頼るからね、もう一撃。これを早く打てば打ったらショートになる。ミスター・ポーランのようなエースを変えているのはやっぱりどうしても長期戦になる可能性がありますか。だから逆に動かしながら長期戦に持っていけば勝利があるんだけどね、ただこういった狂気狂気の試合展開で長期戦になるとちょっと不甲斐ないかな。ダブキック、
ですね、あまりにも残酷な、これ本当に激闘が強烈ですね。あ、そうですね、結局自分の体重で鎖に、ね、膝の部分が絡まって全体になって、下のあたり、これは知りません。
ました。感じはあると思うんですけどね、結構信じられないような感じ。
るよ。せっかくでやられちゃうとね、でも10分されたんじゃないかW 女子は工藤恵美、コンバット豊田を中心とした正規軍、シャーク土屋、バッドナース中村たち、マッドドッグミリタリーズの間で激しい勢力争いが行われている。胸いっぱいのプロレスで勝負したい工藤と、勝つためには手段を選ばぬ土屋のイデオロギーが激突。その戦いは血塗られたものが増えてきた。そんな中で今回久しぶりに夢のあるカードが実現する。95年11月11日、土屋に負けた豊田が突然引退をほのめかす。私にはもうあいつを潰す力はないのかな。引退を考えさせてもらうよ。引退宣言とも取れる言葉を聞いて、前女のアジャコング、JD のバイソン木村が FMW のリングに駆けつけた。まあな、今日はな、お前の決意とやらを見せてもらいに来たよ。朝から本当この後楽園で待ってたよ。頑張ってると思うけどな、アンメラボに負けてみやがれ、20キロとお前の居場所はないぞ。工藤、豊田、アジャ、バイソン、そもそもこの4人は全日本女子プロレスの61年入門組の同期生である。それぞれが各団体でトップを張った今、いよいよ彼女たちが一堂に会する時が来た。果たして伝説の61年組はどんな試合を見せてくれるのだろうか。前から同期で一度みんなで試合をしたいなと言ってたんですけども、なかなか実現は、実現することが難しくて気になってたんですけども、今回コンバット豊田が引退するってことになって、その引退発表を聞いた時に、他団体のアジャ選手が、その前に辞める前にやっとくことがあるだろうっていうその一言で、あとは J2 のバイソン選手とかみんなが集まってくれて、この一戦にたどり着きました。まあ前々からやりたかったのもやりたかったんですけど、いろいろね、対抗戦とかやってていけるかなと思ったんですけど、まあ全然別の方向とか行っちゃって、そういうのが、まあ対抗戦とかとかに全然別物で考えたかったので、まあちょっと時期を置いて今できるのがすごい良かったなと思うんですけれども、まあそういった中でですね、あのクソデブがですね、何ですか、なんか土屋とかにですねやられたらしくて、でなんかもうダメかなってわけわかんない言われを吐いてますんでね、ここら辺一丁カツ入れてやろうかなっていう気もありまして、ここら辺寝ぼけたことをほざいてたねえぞっていうような意味合いも込めまして、そういうことをちょっと名乗り出たわけなんですけれども、はい、この前、引退発表っていうか、まだ式は決まってませんけど、引退発表っていうことで、こういう試合ができることを嬉しく思ってますし、今日は精一杯やりたいと思います。対抗戦っていうのが
自分は経験したことがなくて、やっぱこの一回引退して復帰した理由の一つに対抗戦をやりたいっていうのと、もちろん同期とやりたいっていうのが理由の一つだったんで、その念願が叶って今回は嬉しいです。やっぱりこれは選手だけの思いだけではダメだし、ファンの人、あとは会社のファンの人、みんなの力が一つになった時に続けてきたカードだと思うので、その期待感、その期待に応えられるような試合をして頑張っていきたいと思います。どうもそのあたりの戦いがその引退を決意させたきっかけになったんじゃないかというふうに言われてますからね。引退というか、僕が新鮮になったら、いいのしか思わないからね。はい、結局やっぱり燃え尽きるというところがあるんでしょうけどね、気持ちがね。互いに燃え込んで、クローザー今空を切った。豊田、もう一発持っていった。どこに下がったわけですが、ここは腰に落とす。右下に落ちました。
無駄なチームデバイソンから豊田にタッチ。
っていった。というかね、
んかお互いに無駄しかない現状に復帰しているような感じありますよね。Let's go!
ました。どうした。体をうまく蹴って今度は体が乗れました。蹴れ。責任としてここにいる全員61年に前田も含めてお前ら
今のお前じゃ武道になんか行けないよ。から今のお前で言ったらここにいる客全員悔い残したままだぞ。望む通り挑戦を受ける一連の相撲だ。千葉公園お前と新宮だ。来るよ君は。お前らともその後きっちり決着をつける。改めてけじめをつけるというのは非常にリッキーさん難しいものであるということを感じさせられますけどね。そのね、また新たな形で、そうですね、またそれを実現できることが一番の望みです。お早くさ、俺たちがな、妥協なきウイングの戦いを見せてやる。そしてお前絶対にデスマッチから逃げられないにしてやる。分かったか。だいぶさ、お前今年は俺もみんなレスリング付き合ったんやぞ。来年はお前デスマッチや。あ、やぼうさ FMW team You're too scared to face the wings. Now we're gonna wrestle each other. It's a battle. It doesn't matter who wins. It's one team all theダブルヘルガラスクラッシュ剣山デスマッチ。実に長い名前なんですが、まあ、危険この上ないという戦いというふうに考えているわけですよね、そうね、まあ、ここを見ても危険なものが見たりして、リング中にまず有刺鉄線が張られているのが見えがありますね。このリング下にですね、木の枠があってガラスケースが敷かれているんですが、その中に剣山が入っているということで、ガラスが割れば当然剣山にも刺さってしまう。松永水宏、ジェイソン・ザ・テレビ、保坂秀樹、対するはウイング金村、スーパーレザー、以上の6人タッグになります、まあ、ウイングの試合形式という形でね、うん、まあ、僕の思えば昔ウイングって言ったんじゃないですか、FMW に対抗するためにデスマッチでより危険なことをやろうとして生まれたんだというね。することもできないし、このループは、はい、うん、ループを続けてもすみませんしね、できないしね、はい、リングサイドに逃げました。でもこれはちょっと場所を滑らせてましたね。昨年の有刺鉄線に押さえつけていきました。松永と現在スーパーレザーが戦っています。この試合形式っていうのもね、こう6人がいっぺんにこうリングに行くので、やっぱりなんか技を仕掛けようとする時もね、周りを見てクラッシュ剣山デスマッチ。バットを持っていきましたスーパーレザーです。バットもこの上なく危険じゃないという感じがしますね。あったさ、下のガラスケースに持っていこうとしますが、松永耐える。スーパーレザーが逆にマットの中に落とされた。その前に落とされたらもう完全にフラッシュしてそのに蹴ったり突き刺されますからね。剣山だけではなくてそのガラスの破片があるわけですからね。
そうな感じもありますね。早くも反面から締め付けています。リング金村ゲイソンのテレビを流しています。画面の左側、非道と、そして野坂秀樹、スーパーレザーとマスター、なんという施設者に持っていって力をつけました。両側を殴りつけています。まあ、このウィングの連中っていうのはね、こういう試合形式だったわけですけどね、まあ要するに自分のリアルみたいなものだろうから、逆に言えば、こじまいって言っちゃったな。今回はとにかく新生の BMW の中にいろいろな団体がこう組み入ってきてるという感じになりますからね。Yeah.
ジェイソンの方が触っています。リングから触れているのに見つけたボディスプラッシュ。金村いいコンビネーションで戦っています。ワンとスリーカウントまではいかない。失敗したのね。そうですよね。ロックロックロック。もう一回足を出しました。レベリングスパーツ、レベリングスパーツ。
新総の連載で松永さんの移動も補佐官も潰れる前から体を持ってやっていきたいと名乗りたいと思います。大兄さんたちが引退して今までデスマッチについていきたいや、もう逃げてるぞお前、来年はお前デスマッチも上がるぞお前、松永さんとの約束もあるやろ、ウィンカーお前ウィンカーもファンも聞け、来年はあの最高の危なかった金庫のレンジャーのウィークを俺たちの手で必ず復活させるからな、分かってもらえるか、分かってもらえるか、分かってもらえるか、俺たちがウィークが俺たちが そして迎えたメインイベント。今回の夢のカードはハヤブサの呼びかけにザ・グレート・サスケが応える形で実現した。先日サスケ選手と会って、お話する機会がありまして、でその時にですね、お互いに僕がちょっとインタビューとかでですね、またルチャとかやってみたいということを言ってたっていうのを目にして、よければ一緒にやりませんかっていう話になったんですよ。で、それをフロントの方に話したところですね、OK をいただいたので、それで佐々木選手の方が今度うちの横浜文化体育館の方に来ていただいて、それでですね、とりあえずまだカードっていうのははっきり決まってないんですけども、とりあえず僕と佐々木選手のタッグを組むということをとりあえずここで皆さんにお知らせしておきます。で、佐々木選手と2人で話したこと中でですね、とにかくこう夢のあることをやりましょうということなんで、楽しみにしててください。ありがとうございました。日独のエースサスケは一体なぜハヤブサへの協力を思い立ったのだろうか。もう本当に僕の思いつきなんです、これは僕の思いつきだり、また同時にね、ハヤブサ選手の方もね、同時にまた思っててくれたみたいで、ちょうどね、たまたま前何かの機会で偶然会った時にハヤブサ選手とタッグを組んでみたいですねっていうことになってね、じゃあやりましょうよと、対戦相手も FMW と、道の区の選手がまたこう混合でね、タッグを組んで、こっちの方もね、僕とハヤブサ選手とさらに FMW の選手もさらに入れて、やってみたら面白いんじゃないかなと。で、まあ大仁田さん亡き後のね、 FMW が果たしてどうなるのかなっていうのは僕は個人的に興味があってね、まあ、ハヤブサ選手が非常に命を懸けてね、戦ってますよね。でそういうのを見て、まあ、本当これは歴史は繰り返すじゃないですけども、昔僕は大仁田さんに助けてもらったんですよ、だから今度はね、まあ僕がハヤブサ選手を助けるって言ったらおこがましい言い方ですけども、とにかく力になりたいなと、新生 FMW のね、まあそういうことで今日は実現しました、このタッグが。今日は逆に僕も新生 FMW のね、こうスピリットをね、魂を僕も吸収したいし、今日は、それが楽しみで、今日は頑張りますんで、インディペンデントの優、ハヤブサとサスケ、この2人に対するファンの期待は大きい。果たして2人は今回どんな夢を我々に見せてくれるのでしょうか。まあ今日は楽しくプレイするでいい。今日は山頂を潰します。飛んで飛んで飛び上げます。よっしゃぽよーい、うーっしゃ。そうですね、足手まといにならないように、でも勝負には勝ちに行きます。初のね、新生 FMW とのジョイントということで、今日がいい結果を残せるようにね、そして今後につなげたいなと
思います。今日は絶対勝ちます。こうやってサスケ選手に来てもらった以上ですね、負けるわけにいかないんで意地でも勝ちますけども、それと同時にファンの人にいい目見てもらおうと思うんで、とにかく頑張ります。フィラデルフィア選手の皆さんです。リッキーが見ています。リッキー
痛めました。エルボで脇腹の辺りをついていきました。中川との対戦です。まあ、こうした試合ですけど、中でも非常に早くやるというのでね、戦う間柄だから、まず最初の相手にしたらちょうどいい。まあ、これもお互い手の内が分かってるしね。あー、そうですね。やりやすい、頼みがいいね。リストを固めました。ちょっと間合いを十分に測れる感じですね。リッキーさんの戦いをこうやって見てますとね。相手にしてリストを逆に今度は固めにいった中川浩二。まあ、とにかくこの時ですね、はやぶさはあまり体調万全ではなかったんですね。なんか後から聞いたらそういったことだったらしいけどね。まあ、6枚章さらにはですね、左の内側側腹じん帯損傷ということで、まあ、あとは関節も捻挫しているということで、まあ、いわゆる満身創痍だったりということでは、はやぶさも本来の力を出すというのは厳しいところがあったかもしれないという状況だったようですね。これは何ですか？
ちゃんジャンプっていう。くんちゃんジャンプ、うん、これがまさにくんちゃんジャンプ。シャープで柔らかいですね、タカはね。流れるような感じで技を出すからね。今に持っていきます。そして、スライドが入ります。一撃。何ホール？思うつぼという感じがありますよね。これ前に道の方がいいね。うん、
ますか。いや、早草入りました。まあ、確かに先ほど怪我をしているという話を見ながら私も話をしたんですが、出番が確かに早草少ないですね。さすけ、ここあたりのペースでいったら、まあ、リッキーさんも ただこういう形式になると直線になるとね、まずこの島ってのもあったし、しかし、なんかコンビネーションが、ちょっとね、でかすぎるからね。さあ、合体サップはセンターを取って、今度はフロスライン持っていった。ウニアを切ります。行くぞ。
ったな。
最後っていうことですごく いろんな思いがあったんですけども、今年さっきも言ったみたいに大分さんいなくなってFMW の正規軍もウィングもリサイドウェポンもみんな俺が俺がっていう感じで本当に一生懸命やってきてくれたと思います。で、それがそのこうやって道プロさんともう一度一緒にやることができたっていうのはすごく僕にとっては嬉しいことだしっていうか僕自身本当に初めてのことだし素直に今日はファンの皆さんにもマスコミの皆さんにもありがとうございますと最初に言いたかったです。で試合の感想としては本当に最近随分思い詰める自分の中で思い込んじゃうようなことが多かったもんですから本当にサスケ選手とかと一緒に組めたことである意味すごくすっきりしたっていうかさっぱりできたようなところっていうのがあるんで何で言っていいのか分かんないぐらい感謝してます。FMW さんっていうのはその大仁田さんがまだいた頃はですね、私が大仁田さんに助けてもらってその恩をね返せないまま大仁田さんが引退されてでさそして新生 FMW ということでね今度はそのハヤブサ選手はじめ皆さんがもう本当に命がけで戦ってると今度はそれを見てね僕はね逆にあ僕らミシプロも もっと頑張んなきゃなって逆に勉強になったし教わったしでまあちょっと生意気な言い方させてもらえばね今度は僕が大仁田さんその当時の大仁田さんみたいにですねじゃあ僕のできる範囲でね僕の手を今度はハヤブサ選手にね、差し伸べたいなと思ったんですよね、でまあ今日初めてやってみたとこれをとにかく後に続けたいですよね今日で終わるんじゃなくてその今日をきっかけにねまた新しいインディーの流れにしたいですね。さっき早川さんが言った最後の言葉が全てですよね、本当に僕らがインディーだとその通りです。1ヶ月前ちょうど偶然にもねこう同じ場所で僕は言いました。1ヶ月前僕もインディーを極めますと今日ハヤブサ選手から偶然その同じ言葉が出てねやっぱ考えてることは一緒だなって思って僕一人で感動しましたね。やりますよ、インディーにしかできないことだってあるじゃないですか。だから僕もハヤブサ選手もやりますよ、今年はこれで最後ですけど来年はのっけから勝負かけますよ。僕らは実はインディーの方が面白かったというのを見せてやりますよ。映画だってそうでしょう。スピルバーグなんかよりもねタランティーノの方が面白いんですよ、プロレスだってそうなりますよ。ただ今年はこれで終わりですけど来年はもっと厳しくなると思う。うちの奥さんとうちと頂点極めるようにしたいですよね。小さな僕ら
動き自体は小さな動きかもしれないし、小さな波かもしれないですけど、少しずつ大きくなって、いつか全体に影響するようになると面白いなと思います。